こんにちは。今回はお尻のストレッチ上級編に行ってみたいなと思います。前回より前々回よりも負荷が上がってきますので、なるべく無理のないように行ってみてください。動画の方も一緒に見ながらぜひ行ってみてください。前回前々回に続いてお尻周りのストレッチを紹介してきたんですが、やはり股関節は本当に大事な関節になってきます。腰周りだったりとか膝周りの痛みにはかなり重要になってきますので、ぜひ動画を見ながら行ってみてください。今回の動画いいなと思ったら高評価もよろしくお願いします。また下の方にチャンネル登録欄もあるので、ぜひチャンネル登録してみてください。それ以外にもブルーポイントではインスタグラムやフェイスブックを行っていますので、ぜひぜひこちらの方も概要欄に貼っていますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。では、次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。